3, 2, 1、 こちら。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、クロです。今回はですね、歴史的絵画の女性を今風にしてみたというのをね、やっていきたいと思います。まあ歴史的絵画、特に女性の絵というものは、まあ当時の文化だったりとか、まあ流行りとかによってね、その当時の画風で、まあ、描かれているわけなんですけれども、まあ私小梅がですね、昔のまあ女性の絵をね、こう今風にちょっとアレンジしてみて、可愛くコーディネートをしていきたいと思います。はい、ということで早速ねやっていきたいと思います。では行きましょう。ではまず最初の一人目、こちらレオナルド・ダ・ヴィンチ作のモナリザです。このモナリザなんですけれども、世界で最もよく見られて、最もねバルディ作品が多い作品のようですね。では行きます。 3, 2, 1、 こちら。どうでしょう、昔の感じはさっぱりと消え、髪型から現代の美しい女性へと変貌を遂げたのではないでしょうか。一つ、ただ一つ、肌の色が黄色すぎたのが少し惜しかったと思っております。きっと肝臓が悪かったのでしょう。では Thank you。 ではどんどんやっていきましょう。お次はこちら、ヨハネス・フェルメール作、真珠の耳飾りの少女。こちらですね、口元にかすかな笑みをたたえるかのように見えるところから、北のモナリザ、オランダのモナリザとも称されているようです。では行きます。 3, 2, 1、 これだ。いやー、とてもいい感じに仕上がっているのではないでしょうか。少しターバンを上げ、前髪を少しだけ出してあげることによってカジュアル感を演出しています。少ししか手を加えてないですが、前作とはかなり変わった印象になったことでしょう。結婚したい。今回最後の作品はこちら、北川歌丸作、五人美人愛嬌教八ツ山和紙屋だ。江戸時代美人画で活躍した浮世絵師で、その腕前はなんと江戸幕府に制限されるほどだったという。そんな北川によって描かれた作品だ。では行くよ。3, 2, 1、 こちら。うわぁ、なんだこれは。このキリッとした目、赤い唇、まさに今回最後にふさわしい一人になったであろう。バッサリと髪を切ったことによって雰囲気が全く違う女性へと生まれ変わったのです。かわいい。ということで、今回最後までご視聴ありがとうございました。めっちゃ可愛くなった、すごい印象良くなったという人は、高評価よろしくお願いします。そして、こんなクソ失礼な企画、マジふざけんなって思った人も高評価、お願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。